ジロジロ見るな。私だ。異例の事態を鑑みて、助手のシフトを入れ替えさせてもらった。そう固くなるな。すぐになれる。人事部の某責任者が私に休暇を取れと親切心のつもりだろうが、彼女に休む気がないのなら、こちらにも休暇は不要だ。彼女の仕事の後始末も、スイープの存在意義の一つである以上、今のままで構わない。 スイープの設立趣旨が知りたいだとお前に教える義理はない。私を理解しようなど、過去のお前ですらなせなかったことに労力を費やすな。お前たちの視界から姿を消すのは、私自身の意志だ。この身に課せられた使命は果たされ、ロドスの未来は、もはや私の税源を要しないのだからな。だが、お前たちが私を必要とすれば、 再会の時は、おのずと訪れる。記憶喪失というのは、つくづく体のいい口実だな。その真偽はお前の中にしかないのだから。しかし、お前がロドスをここまで導いたという事実がある以上、いずれにせよ、お前を勘ぐりはしない。では、お前の行く末を見守るとしよう。ドクター、かつてのようにな。 我々とテレシスが愛まみえることこそが、私にとっての幕引きそのものだ。ロドスの未来。家庭の話に意味はない。W、ヘドリー、クロージャ。バベルの執念を目にした者たちが、今再び、ロドスの元に集った。ドクター。彼らが未来そのものだ。殿下の話になると、誰もが、 彼女は去る数には決して手の届かない未来だ。と口を揃える。しかし私からすれば、彼女はスカートの裾を踏んで転ぶこともあるし、会議をわざとすっぽかすこともあれば、法要を求めてくることだってある。ただの殿下に過ぎない。あのテレジアを踏み越えることができるかだと私は躊躇しない。とだけ言っておこう。 荒野をさまよっていた頃は闇を恐れたことなどなかった。むしろ、つま先に噛みついてくるサンドビーストの方が恐ろしかったくらいだ。今でも奴らに出会うと体がこわばる程度にはな。いいも悪いもない。お前に知られたところでどうということはない。傭兵、スパイ、貴族、囚人。ロドスを取り巻く環境は、 バベル時代とは比べ物にならないほどに複雑化している。当然、それに伴って、より多くの脅威にさらされる以上、お前の有料は最もだ。過去のお前ならどうしていたかだと関係ない。今のお前は、自分のやるべきことをはっきりと理解しているのだからな。スイープは、チェルノボーグでの救出作戦には一切意見していない。 お前の救出を決定したのは、ケルシーとエリートオペレーターたちの総意だ。あの場で即刻お前を粛清しなかったのは、観察のための猶予期間を与えたまでのこと。今にして思えば、あの判断は間違っていなかったと言えるだろう。これからも、失望させてくれるなよ。運命か。私はそれを追い立て、向き合い、最後にはく切り殺した。 お前もそうだろ。アスカロン、この名一つだ。本名としてでも、コードネームとしてでも、好きに書いておけばいい。だが、私のプロファイルを書き足すつもりなら、ケルシーに一声かけてからにしろ。効果的な訓練だ。悪くない。スウィープは初めからロドスの枠組みの外にある。つまり、この昇進制度も私には適用外ということだ。 違う表彰の口実を考えてあるお前からの評価は理解したが、影に生きる者は栄誉になどなびかない。まだ気は熟していない。あらゆる浮上を受け入れられるのは暗闇だけだからな。ドクター、いずれスイープがロドスにとって用済みになったら、再びお前の視界に姿を現し、その昇進祝いとやらをいただくとしよう。 常に前だけ向いていろ。私がいる。リスクの評価は済んでいる。今回は私にチームを預けてもらうぞ。私の位置には留意しておけ。いつでも出られる。接敵した。行け私の名は闇の奥底だ。記憶に残るのは、この刃の切れ味だけだ。影すら捉えさせない。ここは私が見る。よそに目を光らせろ。 私を追って影に踏み込んで来い。後ろだ。私の領域を犯したな。死に目には姿を映してやろう。仲間たちの自信は我々が勝ち取ったものだ。先に続く茨の道を行くための貴重な勝利となるだろう。敵の選択肢をそぎ取り、無自覚のうちに袋工事に向かわせる。あまりにも見知ったやり方だ。 本当に何もかも忘れたのか遅かれ早かれ、お前も本来の自分と向き合うことになるだろう。せいぜい身の振り方を考えておけ。言っておくが、次は粛清の猶予期間を与えるつもりはない。逃げ延びた敵は、時が来れば役に立つ。むやみに追うな、ドクター。構わず進め。振り返るな。 次に会えた時には、もうすべて片付いている。身を置くべき場所は分かっている。指示は不要だ。もう一度やってみろ。疲れているのかだといいや。ここは穏やかで、気も紛れる。アークナイツ。闇に身を置いてこそ、光はより鮮明に見える。見てみたいだとい,いや。 お前はこちら側の人間ではないだろう。